リウヤ。リウヤドルシラ。リウアドルシ,ュラ,ドルシュラ。紀元前58年1月30日紀元29年は、古代ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの妻で二代皇帝、ティベリウスの母。また、アウグストゥスの遺産の継承者でもあり、ユリア・アウグスタ、ジュリア・オーガスタを名乗った。一般には単に、リウヤと呼ばれる。リウィアドルシルラは、 クラウディウス氏族から、リウィウス氏族の養子となったマルクス・リウィウス、ドルズ・スクラウディアノスの娘として、紀元前58年に生まれた。16歳の時、クラウディウス氏族のティベリウス・クラウディウスネロと結婚し、紀元前42年11月16日には、長男で後に皇帝ティベリウスとなる夫と同盟のティベリウス・クラウディウスネを出産した。夫、ティベリウス・クラウディウスネロは、 当初ブルートス派、その後アントニウス派に属し、後にアウグストゥスとなるオクタヴィアヌスとはずっと敵対関係にあった。このため、リウィアは幼いテベリウスと共に夫に従って、イタリア中を逃げ回り、紀元前40年にはギリシアに脱出せねばならなかった。しかし、紀元前39年7月、オクタヴィアヌスとアントニウスの間で、店の無協定が成立し、アントニウスと コ・オクタヴィアが結婚すると、リウヤたちは、ローマへ帰還した。帰還後にリウヤとオクタヴィアヌスは出会い、リウヤが、夫との第二子を見ごもっていたにもかかわらず、互いに惹かれ合っていった。それまでに二度の政略結婚と離婚を経験していた、オクタヴィアヌスは、リウヤとの結婚を望んだが、妊娠六ヶ月の相手と婚儀を挙げることが、特診に当たるのではないかと恐れ、新刊に諮問した。結果は、 胎児の父親が夫であれば構わないというものであったので、リウヤが紀元前三十八年一月十四日にダイドルススを出産後ふと離婚した上で一月十七日に結婚式を挙げた。二人の結婚は純粋に愛情から出たものであったが、結果的にオクタヴィアヌスに大きな利益を与えた。リウヤ自身が属するクラウディウス氏族はローマ共和制初期からの名門であり、 このため、洋父がユスユリウスカイサルの時代から続いていた伝統的な貴族層との対立が解消され、この貴族層からの協力をオクタヴィアヌスにもたらした。リウヤとの結婚後、オクタヴィアヌスは着実に自らの権力基盤を固めていった。最終的には、紀元前31年のアクティウムの開戦でアントニウスを破ったことにより全ての競争相手に勝利し、 唯一の力者となった。以降、ローマ世界の第一人者として政治を行うようになり、紀元前27年1月16日には、元老院からアウグストゥスの称号を送られた。リウヤはこのままこれ以降も夫を支え、アウグストゥスの家庭を維持し続けた。その軽粛さと聡明さは、当時のローマでは珍しいものであり、多くの市民が褒めたたえた。一方、 当時は、既婚男性の浮気は珍しいものではなかったが、アウグストゥス自身もその例には漏れなかった。そうした、アウグストゥスの浮気の一例であった名優、ガイウスマエケナスの妻テレンヤとの関係は知らない、ものがいないほどであった。しかしリュイヤは、こうした浮気にも夫を責めることもなく耐えていた。またアウグストゥスは元来皇帝としては短期で残酷な、側面を持っていたが、 リウヤの影響を受け、館内で恩和な性格へと変わっていったと言われている。事実、リウヤの懇願を受けアウグストゥスは、幾度か死刑を追放に免じている。アウグストゥスは権威を確立し、権力が盤石になると、後継者問題に取り組み始めた。はじめは、姉、オクタウヤの息子マルケルスが有力視されており、前妻との間に設けた一人娘のダイユリアを嫁がせた。 しかし、紀元前23年に、マルケルスがアウグストゥスに先立つと、ユディアをアグリッパと再婚させた。この結婚から、多くの孫がアウグストゥスにもたらされたが、そのうち、ガイウスカイサル、ルキウスカイサルの二人を養子とし後継者候補とした。しかし、これら後継者と目された人物は皆アウグストゥスより、先に溶接してゆく。紀元4年。 ガイウスカイサルが没したことによって、リウヤの実施ティベリウスが、同年6月27日に、ユリアとアリッパの罰シアグリッパポストムスと共に、アウグストゥスの養子となった。しかし、元々後継者としての順位が、それほど高くなかったティベリウスが定位を継いだことには、息子の定位を追っリウヤが関与したと指摘する意見も、ある。この後、アグリッパポステムスはソヤで宝刀な性格から、 追放されるが、これも、リウヤの影響力が働いていたという指摘もある。リウヤは、このように、牽制欲の強さを持っていたと考えられているが、それでも家庭にあっては、息子代、ドルスの家父賞アントニアとその子供たちを引き取るなど、良き妻、良き母であった。紀元14年8月19日に、アウグストゥスが正居すると、その遺言が公開された。内容は、 遺産の三分の二の継承者をティベリウス、残り三分の一の継承者をリウヤに定め、かつ、リウヤを、ユリウス家の養子とし二人に、アウグストゥスの称号を許すというものであった。この遺言に従い、リウヤは、息子と共に、夫、アウグストゥスの遺産の継承者となり公式に、ユリア・ウグスタを名乗るようになった。さらに元老院もティベリウスが辞退したとはいえ、 祖国の母の称号を決議するなどリウウヤの権威は大いに高まった。こうしてリウウヤは皇帝の母としてだけではなく神格化されたアウグストゥの妻としてまたその遺産の継承者として第二代皇帝ティベリウスに大きな影響を持つようになった。王を神として崇める伝統を持つ東方族州では夫である神君アウグストゥスと並んで生前に神格を受け立て祀られることもあった。 息子ティベリウスは、こうした強い影響力を持ち、政治に口出しする母を嫌っていたが、しばらくは、ローマにあって、政務をこなしていった。しかし二十七年、ついにティベリウスは、カプリ島に陰性し、皇帝不在の首都ローマはその信を受けた、親衛隊長、ルキウス・アイリウス・セイヤヌスが取り仕切るようになっていった。野心家であったセイアヌスは自ら権力を掌握しようと望み、 皇帝の後継者候補で、自らの障害であったネロカエサルをその母がイ、アグリッピナと共に追放するよう皇帝に働きかけた。もともと、ティベリウスとダイアグリッピナとの中は、賢悪なものであったため、最終的には二人は、ローマから追放された。しかし、リウヤの権威は、セイアノスの野望を妨げ、セイアノスが本格的な行動を起こすのは、リウヤの死をまとねばならなかった。 母であるダイアグリッピナを追放されたガイウス。後のカリグラとその妹たちをリウヤは引き取り、自らの死までの短い時間であったが養育した。29年に86歳でリウヤが死去した時、葬儀での追悼演説はこのカリグラが言った。母親の死を知ってもティベリウスはカプリ島を離れず、葬儀には出席しなかった。遺体は火葬の後、 夫をはじめとするユリウス・クラウディウス長の人々が眠るアウグストス病に埋葬された。その後42年にダイドルススの息子でリウヤには孫にあたる第四代皇帝クラウディウスよって正式に神格化された。この神格化については当時神格化されて神であったアウグストスとは直接血縁においても養子関係においても遡ることができないクラウディウスが 即位に際して神の子孫という権威を必要としたためになされたとする説明が一般的である。リウヤは低粛で聡明であったが同時に強い牽制欲を持っており、後にカリグラは女をデュッセウスと表している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。